慶音2期第26話慶音番外編訪問見ていきたいと思います。まあ、前回の25話の次回予告の時に沢ちゃんち行くんかっていう感じなんだけど、何をするんだろうな、でなんで沢ちゃんのところ行くのかが分かんないんだよね。楽しみなんで早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。よし、はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。一瞬止まったな、なんだったんだ。バスには来てすぐ。プルプルし。なんで？なんだ？やっぱ入部記念だ。ひでえよ。こんなことがあったのか。いや、このやっぱアズニャン一人のシーンっていうのは結構来るね。きついね。いや、分かってたんだよ。分かってるよ。いつかは来るよ。いつかはそらアズニャンが一人になるよ。でも、新入部員が来たらね、いいんだけど、まだ今のところその描写はないんだし。劇場版は確か卒業旅行だったから違うような気がするんだよな。その後がどう描かれるかっていうのもわかんないしな。だって放課後ティータイムとしてのはもうないからね。この5人っていうのはもうないしな。はぁ、すげえな。どうすんだろうな、でも今後。本編開始。前やったっけ？そうだったっけ？番外編、訪問。
髪が、うん、やっぱそうなんよな。やっぱそうなんよ。誰だ？それでか。なんで乗っかんだずるいな。それで行くんやね。そりゃ差し替えたいよな。大変だな。ああ、しゃ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 。わあ。最低。ああ。
すげえおしゃれや。すげえおしゃれやね。おでこが間違う。あったなぁ、なんかそういえば。あったなぁ。猿でもわかる。
アズニョンか。軽音部これなん？ええよな。あら、あら、すげえ久しぶりだ。うわ。
あれ。え、何のジャンプだったんだ？何の写真だ？何に使うやつだったんだろうか？何だったんだろう？やべえ、もうでも次で終わる。なんかこう、卒アルの写真の確認もあれば、アズニャンが、やっぱその、新刊ライブで演奏する曲を練習しているって。で、そして卒業する3年生たちよ。新刊ライブ頑張れよ、みたいに言って、そっから、走っていく。すごいな。いや、いいな。近いよ。お、すげえ、これ劇場版につながんじゃねえの。でも夏？時系列が前、夏にそれを考えとったってことか。11話12話とかそんくらいかな。13話とかも14話とかも、そこでそういうのがあったんかな。へえ。そんなことが。修学旅行は第4話か。ああ、で、あの、ああ、で、第5話が、あの、あれか。3年生がいなかったから、アズニャンたちの、あれだ。あの時だな、写真撮ったのじゃ。やばいな、なんかもうマジでどんどん終わっていくっていう感じがするんだよな。でも次の27話の番外編がもうそのまんま多分劇場版につながる流れのあれになるんだろう。いや、よかったな。よかったね。終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックぜひ。ということで、軽音2期第26話、軽音番外編、訪問でした。沢ちゃんがこう、軽音部の卒アルの、あそこ撫でるのよかったよな。終わらないわよっていうのもよかったね。